残念だから、残念だから作ってる方から言ってもらおうよ。作らないとこが違うのか、どう違う風にやってるか。特にそんなに違う風にやってるつもりはないんですけど、なんだろうな、まあ割とこう皆さんにお任せしてるところは違うかなっていう感じですね。結構録音、まあ、なんか真面目な話やっちゃいますけど、いや話大事なんですよ。締めていきましょう。録音とかって結構投げっぱなしじゃないですか、銀玉。割とあのゲストとか来ても何の説明もしないじゃあゲスト行きましょうかみたいな。そう言われてみれば、うん、あのこっちの方ではこそこそ飛び交ってるんですよ。ああ、これどういうアニメなのそう聞かれるんです。誰が不安を感じるどうしてますこの前でも石丸さんが来た時に、これどういう風にすればいいのって言って、石田さんがフォローで、あ、いい加減なアニメなんで大丈夫ひどいひどいよなフォローで、あ、そうだったこっちが一緒にしてしまったね、うん、おっしゃる通りです。出演者もみんなそうやって答えてますよ。まあ適当で大丈夫だ感じたままに感じたうん、そうだな。ゲストさんびっくりするよな。ゲストさん台本見てびっくりするみたいですよ。小野坂さんに随分聞かれましたもん。どうしたらいい、本当どうしたらいい。いや本当に好きにやってください。本当はね、なんか最初に私が来てここはこうですよとかこんな風にしてくださいって言わなきゃいけないのかもしれないですけど、じゃあいきなり、じゃあテストいきます始まりますね、それもね、そうそう